ハワイ島のタミです。今日は、カウアイ島ポイプにあるタミの大好きなモールザショップオブククイウラに来ています。お店ね、今どんな風になってるか、チェックしたいと思います。まずはババズバーガー入ってます。ロコの人でしょうか、観光客の人でしょうか、わかりませんが、結構お客さん来て並んでいます。トミーも一緒です。2人と歩いてきました。はい、こんな風に6フィート開けてマスクをちゃんとして歩いてくださいって書いてあります。私たちもマスクしてます。アンクルシェイブアイスさんやってます。クレイジーシャーツさんクローズ。隣のショップ、あー、ハレレヤギャラリーはもうクローズですね。クローズしてます。エグジットオンリー、あ、ラッパーツはやってるのかな。お、ラッパーツはどうやら、あ、営業してます。ラッパーツ営業してます。で、サーフショップデジャブさん営業してます。ジャブさん営業してます。でもお客さんの姿はこうやって歩いてても全然誰にもありません。マリエさんクローズしてます。はステーキレストランルースズクリスさんね、オープンしてませんね。ブティックマヒナさんもオープンしてます。1000円大好きなブティックなんですけど。そしてメキシカンレストラン、トルティア、アン、トルティアリパブリックかな、こちら、そう、トルティアリパブリック、こちらもう、聞いた話ではクローズというか、もう本当に営業をもう終了してしまったそうです。お店の再開はないそうです。2階のキアベさん、キアベルートさん、営業してません。モール今歩いていても、最初のババズバーガーとかには人がいましたが、今もうねずっと会いませんよね。こんな風にところどころに、マスクをして、6フィート離れてくださいとサインがあります。マーティン・マッカーサーコアウトのお店クローズしてます。モールの中はね、相変わらずこんな風にとっても綺麗なんですけど、緑が多くてお散歩するには楽しいですけど、そうね、お店は開いてません。ウィンスプーナーさん、ロハシャツのお店、中何にもない、ビジネス終了しちゃったようです。残念です。はい、サングラスショップオープンしてません。ちょっとね、お休みなのか、もうビジネスを終了しちゃったのかっていうのがちょっとはっきりしないんですけど、今のところメキシカンレストラントルティアリパブリックは、完全にビジネスをやめたそうです。そしてこちらタミーの大好きなリビングフーズさん、こちらも本当に悲しいですけれども、ビジネスを終了してしまいました。
ここのサラダ大好きだったんですけどね、トミちゃんも一緒に来れたし、なんかすごく寂しいです。このリビングフーズが終了ってことは、このラナインのバーも、そうですね、見てくださいね、もうね、テーブルだけで椅子もないし、もうビジネス終わりですって感じですよね。はあ、どうなっちゃうんだろう。で、ギャラリーですね、こちらのギャラリーの方も終了です。福井浦のモール、タミー大好きなんですけどね、寂しい。そしてじゃあ今度は反対側行ってみましょう。スカイラインアドベンチャーズさん、お休みです。もちろんですね、観光客の方いないですもんね。タミも好きなオアシスさん、ブティックさん、クローズしてます。トリーリチャードさん、クローズしてます。隣はハワイアンの素敵なものを置いてたお店なんですけれども、こちらはもうビジネスを終了してしまって、レントのサインが出てます。はい、こちらの靴屋さんも営業してません。はい、タミーが好きなセレクトショップルマナスさん、営業してません。トミーバハマも営業していません。素敵な音楽は流れてるんですけどね、ギャラリー営業していません。隣、コードウェイクバンカーさん、不動産会社ですね、こちらも営業していません。隣のギャラリーも営業していません。 C&Saltブティックも営業していません。あー、なんだか寂しいですね、モール。そう、下のなんかスポーツウェアのお店も営業していません。イーティングハウス8049ハウスも営業してないのかな、静かです。ドルフィンさんも営業していません。アーマーズマーケットのサインが出ているので、アーマーズマーケットは水曜日の3時半から5時半までやり始めたみたいですね。また今度来てみたいと思います。で、悲しいことにこちらマリメンズです、レストラン。下がカジュアルなピッツァとかのお店で、上がお魚料理が美味しいレストランなんですけど、こちらはビジネスを完全に終了してしまいました。もう片付けております。こういうね、大きなモールはレントの金額が高いんでしょうね。マリメンズ、We are sorry closed。悲しい思い出のレストランなんですけどね。もうこんな階段を上がっていくんですけど、もうバリケードみたいのができて、店上がれないようになってます。寂しいです。マリメンズの隣、ブルージンジャーさん、クローズしてます。隣の
ブティックもオープンしてません。タミ好きなサンド&ピッポーさんも営業しておりません。ここはもう紙が貼ってあるからクローズしちゃったのかな。どうなんだろう。クローズって営業して、あ、うん、商品はちょっと置いてあるからまた再開するかもしれませんね。そしてこちらソファーさん、営業しておりません。サンドキッズさんも営業していません。水着のお店も営業していません。こちらのサーフショップは、営業してますね。そうですね、営業してます。レンタルサーフボードありますけど、いっぱいあるので借りてる様子はありません。ぐるっと、モールの中、ザ・ショップ・オブ・ククイルダの中回ってみましたけれども、ほとんど人には会いませんでした。駐車場もね、ほとんど車がありません。混んでいたというか、お客さんがいたのは最初のババズバーガーだけでした。営業をお休みしているのか、それとも早い時間に終わってしまったのか分かりませんけれども、閉まっているお店がほとんどで、もう完全にビジネスをやめてしまったところも、何軒かあったので、ちょっと寂しい気持ちになりました。トムちゃんすごいね、母言ってて大丈夫？ You drink water? で、外にあるドラッグストア、ロングスドラッグストアさんは営業していました。まだステイホーム期間中なのでね、観光客の方もほとんどいないので、ちょっと寂しい、ザ・ショップ・オブ・ククイルダでした。で、今後どうなっていくのか、空き店舗が増えてしまうのか、ビジネスまた皆さん再開されるのか、分かりませんけれども、また様子を見に行きたいと思います。ファーマーズマーケットもね、水曜日にやってるみたいなので、チャンスがありましたら来てみたいと思います。では今日もアロハな一日を。ハブグッデイ。